ほら見てください、川沿いに奈良竹生えてました。狙っていたタモギタケとはちょっと違いますけど、これもね美味しいと思うんで取っていこうと思います。うわすごい綺麗な奈良竹ですね。これはあれ、これ奈良竹じゃない、なんだろう、裏紅傘とかその辺かな。こっちは奈良竹ですね。ちょっと虫いるけど、パキっていい音しますね。綺麗。これはもうちょっと古そうだけど、これかなり綺麗ですね。ちぎるとねパキっていい音出しますね。なるだけね、あの柄の株の消化が悪いこともあって半分くらいのところで折り取ることが多いです。この柄をちぎるときにねすごいいい音がするんですよ。なるだけはねよくボリボリって呼ばれるんですけど、その名前はねこの音が由来なのかもしれないです。目の前にある木、これね多分春にれってやつだと思います。この木は北海道とか、まあ、本州にもあるんですけど、東北の方とか本当一部の寒い地域に多い木なんですけど、タモギタケとか、あと白タモギタケ、それからね白のタモギタケモドキなんていう特定のキノコがねすごいよく生える木なんですよ。本当はね今回このタモギタケをどうしても見たくてここまで来たんですけども、あいにくねちょっとまだ早いのか、それとも雨のタイミングが悪いのか、全く生えてないです。この春にれの木自体はどこにでもあるみたいなんですけどね。葉っぱはこんな感じで細かくギザギザしていますね。もうちょっと見やすいところに小さい木があったらな。またちょっと、うわこんなとこに薄平竹生えてました。これはちょっともう遅くて食べられそうにありませんが、まあでもこれあるんだったらタモギタケあるかもしれないね。皆さんこれを見てください。うわすごい綺麗、タモギタケ。ちょっと古いけどすごいよこれ。ほら見てください皆さん、僕の手と比べてこのサイズですからね。すごいめちゃめちゃ群生してる。はい皆さん、これがねあの僕がずっと見つけたくてしょうがなかった伝説のタモギタケ、今ここにこんなに大量に生えています。とね、まあ、古いんで食用には適していないかもしれないですが、一株だけ取ってみましょう。あ、結構硬い。あ、こんな感じですね。ヒラタケに近い仲間なんで、こんな感じでねヒダは柄に水性でくっついているっていう感じですかね。滑らかにくっついています。ほら傘がね綺麗なレモン色、これ陽金だともっと綺麗なんでしょうね。あと陽金時はこの傘もね饅頭型をしていて、だんだんと反り返るような形になっていくそうです。こんな感じで胞子が飛んで、そこからなんかね菌糸がブワッと出てる。すごいですね。ちょっと香りを嗅いでみようかな。あ、なんだこれ、 なんかなんとも言えない不思議な香りがします。これねまだもしかしたら陽菌も近くに生えてるかもしれないですね。引き続き探してみたいと思います。お、こっちにも生えてるけど、これはあ、薄平竹の方か。薄平竹っぽいですねこれは。タモギタケと薄平竹はね結構同じ時期に出る傾向があるみたいです。ただタモギタケはね名前の通りタモの木、ヤチダモとかあと赤ダモと呼ばれる春にれの木に結構多いんですけど、薄平竹はね広葉樹なら割と何でも関係なく生えてきます。樹種を選ばないキノコです。また古いタモギタケがありました。いやちょっと遅かったのかな。まあまあでも引き続き探してみます。吹きでっかいね、秋田吹きかな。大洗竹、すごいでっかいですね。風船竹科のキノコで毒キノコなんですよ。こんな感じでツバがありますね。名前の通りね、なんかその幻覚作用が見えるとかで食べた人が笑い踊るみたいな現象が昔見られたということで、そういう名前がついたそうです。奈良竹ありました。いやこれは結構いいんじゃないですかね。あーちょっと古いか。うん、虫いないじゃん、綺麗。すごい、タモギタケはダメだったけど奈良竹はありましたね。こういう沢沿いが好きなキノコなんですね。
水気の多いところの倒木やその周辺の地面に大量に発生します。ナラタケはね基本的に秋にたくさん出るキノコなので、春はねそんなに大量には出ないんですけど、まあ、たまにちょろっと見られます。すごいぞこれ、ちょっとついにいいのあったかもしれない。こっちはねちょっと古いんですけど、これよこれ、これすごくない？あれ待って、何これ、コウタケ、え、なんだ、あ違う、あれか、これはなんだっけな、あのアミヒラタケかな。でこれがうわー綺麗めっちゃ綺麗じゃんこれ。特にどうだろう、この辺ならもしかして食べれたりする？すごい見てこれ、これが腰筋です。タモキタケはねこの腰筋のうちが一番うまいそうです。ちょっとねこの辺の大きめの腰筋をね少し取りたいと思います。取ってみよう。まずこれかな、これちょっと大きいけど、お硬い、すごいよ、老筋と違って虫が入ってないからかすごいカチカチですこれ。はい、これタモギすごいよ。あーちょっと樹皮剥げちゃうかな、これしょうがないか、うえーちっちゃいけどうまそう、これくらいのがうまいらしいからね、虫もほぼいないよ。よいしょ、取れました。それからねこっちのちょっと大きめのやつも少しだけ持って帰ってみようと思います。噂によるとねやっぱりこの大きいのはあんまり美味しくないよっていう方が多いんですけど、僕はね食べたことないからひとまずね何でも食べてみようと思います。それでね実際にうまいのかそれをね確かめたいと思います。うわすごい、あとこれまあちょっと虫湧いてる感あるけどどうだろう、こういう感じの虫がね卵を産むんですよねきっと、それで幼虫が湧くんですよ。どうしようかな、広がった老菌一番大きそうなやつもちょっとだけもらっていきましょうか。ん、結構柄が長いんですねやっぱりタモギタケは。うわ見てこれすげえでけえ幼虫いる、なんか釣りの餌になりそう。逆にねこのでっかい幼虫だったら抜いたらねもう絶対虫いないし安心感ある。あ意外となんかでかい虫は出てっちゃってるんですかね。それにしてもなんかこの匂いね、いい匂いだね、何に似てんだろう、なんかの食べ物にすごい似てる、また思い出したら言いたいと思います。タラの木から薄ヒラが出ていました。これはかなり状態が良さそうなんでね持って帰ってみたいと思います。あ、意外とポロって取れる。ああ綺麗じゃん、すごいいいよこの薄ひら、ほら見た感じひだもまだ真っ白、綺麗な薄ひらですね。意外とねタラの木とかこういう木からも出たりするんで、あの目を配ってあげるともしかしたら見つかるかもしれないです。ありました、また見つけましたよタモギタケ。これはどうなんだろう、成菌くらいなんですかね、うまそう。ああいい匂いする、すごいなんか引きつけられるような香り。うわ素晴らしいよ、いいタモギタケですね。じゃーん、そしてこれよ、これこれ、うわすごいよ、ほらこれ今からいっぱい出てくるんですよ。これ腰筋ですね、ほら一番ちっちゃいやつはねこんな風に白いんですね。でこのくらいまで大きくなってくると黄色の傘が出てくるって感じなんですね。へえ面白い、いやでもこれ すごい数腰筋ありますよ、多分めっちゃ出てきますよこれ。これも多分でっかい八千代もか春にれの枯れ木なんでしょうけど、まだ木がそんなにね死んでから時間経ってないと思うんですよね、樹皮残ってるし、数年すればこれびっしり生えるかもしれないですね。
じゃあこれが陽金の食べ頃のやつですね。これくらいのが一番うまいそうです。なんかねもう硬さがやばいの。平茸の仲間っていうことでなんかもっと柔らかいのかなと思ってたんですけど、密度がすごい、めちゃめちゃ硬いです。これ特に根元のあたりすごいフォルムもあって、あんずたけみたいですね。でもあんずたけよりこの匂い好きかもしれない。すごいいい香りする。花びらたけとかブナハリタケみたいな爽やかさっていうのともちょっと違うし、かといってあのチチタケみたいなちょっと臭い感じの匂いでもなく、ただただなんかすごい食欲そそられるような香り。あーいい匂い。コーンスープなんだろうねこの匂い。あいつはぬめりすぎたけもどきですね。この枯れたタモの木見てください。上にねほーらいい陽金ありますね。ちょっと届くかわからないけど近くに枯れ木があるんで、それでつついて落ちるかどうか試してみましょう。はい、落とせました。小さいけどいいタモギタケですね。これでもどうなんだろう、成菌なのかな、ギリギリ陽金、ちょっと僕あんまりわからないんですけど、いやいいやつですね。待って、まさかの畑ありました。うわすごい、ここいっぱい生えてる。すごい群生です。これ畑しめじですね。一本取ってみましょう。はい、こんな感じ。うわ虫一匹もいない、めっちゃ綺麗じゃん。これね、あの地中の埋もれ木から生えるキノコなんですけど、こんな感じでね、あの秋に多いんですけど、春から夏にかけてもねちょっと涼しくなったりすると出てくることがあります。ただこの時期のやつはね結構虫が入りやすいので、こうやってねタイミングよく出会えるのは珍しいです。いや去年地元はね全くと言っていいほど畑が出なかったので、ここで取れることになると嬉しいです。びっくりですけど、いやすごい、あんまり土をつけたくないからもう一本ずつ切っちゃいましょう。本当はね株ごとこそっと取ると見た目はいいんですけどね。うわーすごいな、めちゃめちゃ綺麗じゃん。はい、これが畑しめじです。陽金のうちはねこんな感じで、まあ饅頭型に近い感じなんですけど、成長するとねこんな感じで平らになって、まあ場合によってはこんな風に反り返ることもあります。これはちょっと2つが癒着してる感じかな。これもすごい、はあ、立派。名前はねなんか畑とかついてるからあまりプレミア感がないですけど、でもね天然キノコの中でもとりわけ美味しい部類に入ると思います。癖がなくて本当に食感がいい、何にでも合うキノコです。それに虫がつきにくいのもいいね。はい、この群生がすごい。ちょっと古くなってくるとね褐色気味になるんですけど、陽金のうちというか、まあ、若くて綺麗なやつはねこんな感じで黒ずんでいます。乾燥するとまたねもうちょっと灰色っぽくなりますけど、今日はね雨上がりなんでこんな感じですね。ほらこれさっき茶色いの古いって言いましたけど、ちょっとねほらなんかうん微妙だね。これは残します。これがちびっこ、こっちは鳥ごろですね。あーいいやつ。やっぱりヒダはね蜜なんですよね、真っ白。古くなると若干これもね茶色くなりますけど、うわ蚊がすごい。これちょっと小さいかな、これはやめとくか。これも豆粒サイズ、ちょっと小さすぎるんで取りません。あすごいな、あ虫よけしてても全然虫が顔に寄ってきますね。まあこれちっちゃいからいいか。最後はこの株、これが一番いいね。あ、こそっと抜けた。うわ見て、これサムネにしたいくらいだけど、こんな立派な畑すごいよ。ほらこういうの取れると嬉しいですね。もう株ごと抜いちゃおうかな、ポロって取れる、かわいい。これは小さいね。こいつはね、なんかこんな感じの見た目だから
やっぱり健康菌に見えますけど、それでも不正菌なんですよね。ここにもね、老菌ありました。こんな感じでね、一株見つかるとあちこちに束になって結構たくさん生えます。見てください、ほら、蜜葉とか吹きに混じってまた畑が出ています。これもすごいですよ。傘の縁の方に線が入ってるんですよね。じゃあ取ります。あ、うわ、いいねすごいすごい、結構奥まで生えてる。あ、顔に蚊がすごい寄ってきますね、相変わらず。よし、取れました。いや、畑はね、どんだけあっても嬉しいんですよね。ほら、ひだにも虫が一匹もいない。こんなに綺麗なのは珍しいですよ。見てください、僕初めて見ました。これがもみじ傘だそうです。もう大きくなってて食べ頃ではないと思うんですけど、この枯れた葉っぱの茎をね、少し匂い嗅いでみたいと思います。あ、なんか、なんだろう、これハンゴン草に近い、なんか不思議な香りがありますね。シドケとか呼ばれて山菜として親しまれているそうですね。まあこれは食べれないですけど、でも勉強になりました。初めて見ました。ほら、こんなにいっぱい生えてるよ。こんな感じでね、ちょっと湿った沢筋とかにね、いっぱい生えているそうです。なんで僕は見つからないんでしょうか。はい、終わりました。今日はね、シンプルに味噌汁にしてみました。畑しめじと薄平茸とたもぎ茸、そして根曲がり茸ですね。まあこれは竹違いですけど、いただきます。ほら、すごい具材がいっぱい入ってますね。あー、すごい、キノコの出汁がすごい出てるわ。出汁って言ってもね、強い旨味成分っていうわけじゃなくてね、なんというかキノコ特有の香りが汁に染み出ているんですよね。あと、なんかいつもに比べて味噌汁が黄色いですよね。これタモギタケのあの黄色の色素なんですよ。卵タケとかもそうなんですけど、この手のキノコってあの汁とか、あと炒めたりだとかする時もそうなんですけど、水でね、簡単にこのように色落ちしてしまうんですよね。だからほら、こんな風に真っ白。せっかくならね、これが綺麗な黄色のままだと嬉しいんですけど、それはね、ちょっと汁物系じゃ厳しいんですよね。じゃあまずね、比較として、あの一般的に食べないと呼ばれている老菌のタモギタケから食べてみましょうか。あ、これですね、これが老菌のタモギタケ。あれ、普通にうまくない全然食えたよ。え、どういうことだ、普通に美味しかったぞ今。これも老菌だね。うん、うまい、普通に美味しいキノコですねこれ。ただちょっと柄が硬いかな、若干硬いですね。傘の部分はね、すごく柔らかくて歯が簡単に取るのでとても食べやすいです。味はね、まあ味噌汁にしてるんでそんなには感じられないですけど、うん、平茸よりもちょっと柔らかめですかね。というか柔らかいというのかな、より軽い感じ。平茸はね、結構コリコリ感が強いんですけど、これはね、よりサクサク歯が通るような感じ。まあ、サクサクっていうとちょっとね、語弊があるけど、ニュアンスで伝わってくれたらいいんですけどね。実際に食べてみないとちょっとわからないところが多いと思います。じゃあ今度は腰筋、これね、ベストタイミングって言われました。うん、これは美味しいキノコだ。柔らかい、やっぱ老菌とは違いますね。こっちの方が絶対うまい。
まあ、今回味噌汁にしてるんでちょっとあれですけど、特別そんな変わった味とかもなく癖がなくて本当に食べやすいって感じのキノコですね。ヒラタケはコリコリ系だったけど、これはちょっと違うのかな、密度がちょっと小さいのかもしれないですね、ヒラタケに比べて。あ、でもなんかこの汁はね、ちょっとタモギタケ由来の独特な味が感じられる気がしますね。普段飲んでるそのキノコ汁とちょっと違うんだよね。なんかタモギタケって匂い嗅いだ時もちょっと変わった香りがあったんですけど、それが関係しているのかもしれないですね。どこかで食べたことがあるような味でも、それが何なのか口ではちょっと表せない。でもね、うまい、これはいいですね。次は薄平タケ、まあ、これは大体わかりますよね。うん、癖がなくてコリコリですね。タモギタケよりもちょっと固めな印象があります。薄っぺらくてね、かなり頼りない見た目してますけど、意外とうまいんですよこいつは。地元でもね、薄平タケはかなりよく取れるので。ただ薄平に関してもね、タモギタケと一緒でめっちゃ虫入るんですよね。それがちょっと厄介、根曲がりもね。うん、うまっ。タケノコ味噌汁に合うね。というかもう何でもいけちゃう、すごい万能だよこいつは。続いて畑しめじ、正直ねこの中ではこれが一番うまいと思います。じゃあいただきます。控えめに言って最高です、これ本当に美味しい。うん、傘はつるっとしてね、弾力があってすごく歯切れがいいです。味にはね全く癖がない、本当に美味しいキノコ。うん、腰筋の付け根の方は取ってる時も結構硬かったんですけど、今実際食べてみてもね、普通の傘の部分と違ってコリコリしててうまいです。傘の柔らかさも好きですけど、僕結構下の方のコリコリ感好きですね。うまい、ごちそうさまでした。今回ねちょっと疲れちゃって味噌汁にしちゃったんで、次回また状態のいいタモギタケがたくさん取れれば、ソテーだとかあと天ぷらとかね、そういうのも試してみたいなと思いました。今回本当にね、北海道の方に助けていただいて、おかげさまで見つけることができたので本当に感謝しています。いやー恵まれてました、すべてのご縁に感謝です。ということで本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。